久しぶりに雨ではない休日となりました。決して良い天気ではないけれど、雨でないのなら電車に乗り込み、アリの観察に出かけよう。ここは海風が届く静かな自然公園。橋を渡り、鉄道を越えて、さあ、彼らの世界に足を踏み入れよう。久しぶりの野外観察にやってきました。このところ、休日が雨の日が続いていて、全く野外観察に来れなかったのですが、今日は久しぶりに来ることができました。このフィールドに来ると必ず最初にチェックをする木です。この木の幹をたくさんのアリたちが行き来しています。特に目につくのは林ケアリ、ケアリの仲間ですね。特に頭部と胸部の褐色が特徴で、木の根元などによく営巣しています。そしてそのすぐ地から、木の幹を、上下にですね、行列している様子などをよく見るアリです。この日も、たくさんのアリたちが、巣の、周辺や木の幹の上などを行列していました。日当たりの良い開けた場所を探していると、すぐにアリの巣を見つけることができます。こういった場所で最もよく見つかる飛び色シワアリの、コロニーです。ちょうどこの日はワーカーたちが、巣の中から、石などを運び出していて、巣の出入り口を拡張している様子が、観察できました。よくこういった背の低い雑草や石の下、それからコンクリートの隙間などに巣を作っています。桜の木の根元付近をよく観察してみます。どうやら小さなアリたちが、この辺りに巣を作っているようでした。このアリは、ハリブトシリアゲアリです。このように拡大してみると、結構褐色味が強い、アリですが、肉眼で野外で見ると、結構黒っぽく見えるアリです。また、桜の木に限らず、いろいろな木の幹をですね、上下している様子というのをよく見るアリです。ハリブトシリアゲアリのハリブトというのは、胸部の後ろあたりにあるトゲ、この形状が、短く太い、形状しているということから、ついているものと思われます。黒系のシリアゲアリの中ではこのハリブトシリアゲアリ、最もよく見る、アリではないでしょうか。もうだいぶ花が散った桜の並木道を歩きながらアリの観察を続けていきます。この木の幹にはよく見るとあるアリたちが行列を作っていました。梅松大アリです。このアリも、木の幹などをよく上下している様子を見ることができます。そして今、触れているのは、木の幹に擬態したイモムシですね。とてもよく擬態できています。こちらの開けた場所にはまた別のアリが巣を作っていました。
黒長アリです。日当たりの良い開けた場所によく巣を作っているアリです。草の種などを食料とすることから、収穫アリなどと、呼ばれているアリですね。この日もたくさんのワーカーたちが、巣を出入りしていました。巣の内部から外を伺うワーカーたちです。この時期結婚飛行を行う彼らですが、まだ結婚飛行は続いているのでしょうか。こちらの木の塀にはまた別のアリたちが行列を作っていました。日本最大種クロオオアリです。野外で見るクロオオアリのワーカーは本当に立派で、最大のものは12ミリを超えるほどのサイズになります。こちらのワーカーもとても立派ですね。腹部に、たくさん毛が生えているため、野外で見ると、腹部が金色に輝いて見えます。すぐ近くの桜の木の上をクロオオアリのワーカーが歩いていました。この先にある、花の蜜や、何かの昆虫などに集まっているんでしょうか。公園の奥へ進み、森の中を通る林道へと足を踏み入れました。地面には先ほどとはまた違ったアリたちがたくさん歩いていました。地表を歩く黄色しり上げアリです。このアリは、地中に巣を作ることが多く、森の中や、開けた場所でも少し、日陰になったような場所で見ることができます。体長わずか 2,3 ミリの黄色シリアゲアリがこのように行列をしている姿はとても可愛らしいですね。このワーカーは少し体のサイズが大きいようです。黄色シリアゲアリの行列のすぐ近くを歩いていた林宗ボソアリです。このアリはムネボソアリの仲間で、森の中などで、見られるタイプのムネボソアリです。これよく見ると口元を何か加えているようですね。何か餌なのか、何か、物を運んでいるのか、そういった場面かもしれません。あまり直射日光の当たらない森の中です。こういった場所では林黒山アリがよく見つかります。開けた場所に住んでいる黒山アリとは違い、こういった森の中でよく見つかる黒山アリの仲間です。アミメアリを見つけました。頭の網目模様がよくわかりますね。たくさんの数で行列をしていることをよく見かけるイメージのこの網目アリですが、この日見つけたこの行列は、とてもまばらでした。石の下に巣を作っていた飴色アリです。
たくさんの幼虫が育っていますね。またこのアメイロアリは5月の初旬に結婚飛行を行いますので、そういった時期も控えているアリです。輪床で穴の開いたどんぐりを拾ってみました。中にはアリのコロニーが入っていました。このアリはヒラズオアリでした。女王が1匹と、数匹のワーカーのみからなる、おそらく初期コロニー、であったと思われます。巣穴を、平たい頭で塞ぐという、面白い生態を持ったアリです。森を少し抜けて歩道沿いを探していると、こちらにまた別の種類のアリを見つけました。ここには、ツヤツヤした黒い尻上げアリ、ツヤ尻上げアリが営巣していました。この種類は、初めて観察しました。尻上げアリの多くは、樹上営巣性、枯れ枝や枯れ竹などに巣を作ることが多い、種類なんですけれども、このツヤ尻上げアリは、土中営巣性、土の中に巣を作るタイプの、尻上げアリです。このツヤ尻上げアリのすぐ近くから行列が伸びていました。行列をたどっていくと、この塀のコンクリートの隙間に生えた小さな花にたどり着きました。この花の元にはたくさんのツヤ尻上げアリが集まっていました。彼らは何を目的に集まっているんでしょうか。ツヤ尻上げアリはどうやらこの草の、葉っぱの根元をですね、ここから出ている蜜腺のようなものに集まっているようでした。たくさんのツヤシリアゲアリたちが各、葉っぱの根元に、やはり集まっていますね。おそらくここから出ている蜜などを、集めに来ているものと思われます。こういった場面を観察できたというのも、またこうツヤシリアゲアリの、生態を知るという上でも、貴重な経験だったなと思っています。こちらの塀の隙間には、大量のアリたちが集まっているようでした。また、この集団から、右上の方に行列が伸びているようでした。これはどんな場面でしょうか。この集団には、アミメアリとオオズアリの2種が確認できました。この隙間に陣取っているのはどうやらアミメアリのようです。また行列を作っているのは、体が細長い方、オオズアリのようです。大量のアミメアリはほとんど動いていないですね。それに対してオオズアリは忙しく、動いているようでした。オオズアリのヘアリも現れましたが、アミメアリに特に攻撃する様子はありません。行列を作って右上の方に移動していっています。アミメアリは、大量の集団で、固定の巣を作らずにいろんな場所に、放浪していくアリなので、
もしかしたら、巣を作っていた場所とアミミアリがバッティングしたか、あるいは、アミミアリの集団をたまたま、引っ越しの行列が横切っている、シーンなのかもしれません。幼虫やサナギを持った大ザリのワーカーたちは、この右上の穴に、すべて運び込んでいるようでした。大座りの引っ越しもしくは、アミミアリからの、攻撃を避けて移動している様子というのを観察できたのかもしれません。今日もたくさんのアリを観察することができました。これがアリ愛好家の最高の一日です。